楽しむぞ。桜舞い散る時の果て、剣闘王時桜。そのホールは覚えたぞ。桜舞い散る時の果て、剣闘王時桜。この書なかなか楽しめそうだ。桜舞い散る時の果て、剣闘王時桜。そのホールが覚えたぞ。はい、ということで桜で行ったステージはこちらでございます。はい、はい、ということで受信がしましたね。しましたね。はい、こちら、まずアビリティ、飛行、あと超アンチダメージウォールドレインと持っておりまして、まあね、飛行でマインもね防げたりとか、あとは超アンチダメージウォール持っているのでダメージウォール回避しつつ、蝶がついているので、自身の、ね、攻撃力が高くなるといった部分で自身の殴りかなり強力になってくるかと思います。そしてドレインも持っているので、敵を触るごとに回復もしてくれるので、ここもねありがたいですよね。はい、はい、そして友情コンボが超強オールレンジバレット、そして超絶斬撃を持っているということで、はい、こちらね砲撃型、しかも友情コンボクリティカルをすごすぎ持っていて、ね、先ほど見ていただいた通り、かなりの殲滅力でございました。ね、もう一体当たってるだけで結構ザコもボスもね、ね、超強オールレンジバレットでザコとかもやりつつ、この斬撃がねボスとかに行くとね、はい、すごいいい相性ですよね。確かに、あともうエルドラドのステージをね友情で行けちゃうっていうのがパワーアップオールドアみたいになってますよ ね、 ねすごい助かりましたね。はい、でストライクショット触れた敵に桜吹雪で追い打ちってなってるんですけども、まあ、これ見て分かる通りステータスまずスピードがちょっと速いんですね。はいはい、なので結構いろんな雑魚にも当たりいけますし、もう最後にねこの桜ちゃんの桜吹雪が出てくるのがまたね、いいですよね。華やかでしたね。この追い打ち自体も結構ね火力高いので、この自身で最初ね殴りつつこの桜吹雪で追い打ちしてねボスも倒していけるので、はい、いいストライクショットだなと思います。はい、はい、他にもおすすめステージはこちらです。はい、桜はこちらもございます。じゃーん、ということで大久保敦史先生の書き下ろしデザインとなっております。こっちもねかっこいいですよね。いやね、どっちにしようか迷っちゃいますね。以上、獣神化さくらでした。お楽しみに。バイバーイ。